はい、野添でございます。では、ゴッド・オブ・オー・ラグナロク、引き続きやっていきましょう。アングル・ボザについてね、言って、何があるんだろう。それで、あの話の結末は？何？寝ちゃったら、後で教えてくれるって言ったでしょ。うん。死神が現れ、呼び出した理由を老人に尋ねた。死神を前にして老人は望みを考え直し、しばらくして彼が旅を続けられるよう背中に丸太を乗せてくれと死神に頼んだ。死を恐れたのか。生きたかったのだ。すごいすごい広大な景色だね。すごい煙だね。うん、アースガルスが崩壊して他の世界に破片が飛び散ったの。破片の周りにはまだエインヘリアルがいるかも。でもそれを見せにここに来たわけじゃない。あ、また新しい壁画。母上、ヨトゥンヘイムの祭壇は母上が壊したんだね。定めを知られたくなかったんだ。そのおかげで己の道を進むことができた。仲間である巨人族に逆らったの。あなたのことを守るためにね。全部は開かないの、ごめんなさい。父上、話しておきたいことがあるんだ。世界にはまだ他にも巨人族がいる。彼らを探したいんだ。居場所に心当たりはあるけど、これは僕がやるべきことなんだ。僕一人の力で、一人でやるのは嫌だけど、でもやらないと。説明しづらいけどさ。怖いのか？うん、ならばなおさらやらねばならん。父上の教え通り、お前の選択によって皆が生き延びた。誰を信じ、誰を友と呼ぶべきか。なんかやっと親子が分かり合えたって感じ。約束を忘れないで。ロキは旅立っても、アトルウスはいつまでもここにいる。
裏にもあったんだ。え？これが本当の未来だったってことかな。死ぬ未来は嘘だったではなくて作り変えたんだね、未来をね、きっと。中で何を見たんじゃ。これからどうするの。やることが山積みだ。まずは再建せねば。共に来るか。無論な。やり遂げましょう、共にね。ルナの話をすべきじゃろう。話す必要はない、見つければいいだけ。バルキュリアの女王にあやつが選ばれたんじゃぞ。お前さんの友がじゃ。グナーがアースガルズに忠誠を誓ってすぐ友情など捨てた。なぜ。私の選択を彼女は受け入れられなかった。私を憎んでいる。必ず邪魔をしてくる。先手を打って彼女を見つけましょう。それじゃあこれはそこのノッポに捧げるよ。スコール。スコール。
各野営地に10人、家族は同じ野営地に。元気で、クレートス。ありがとう。感謝します。あるだけの物資を持ってくるわ。少ないけれど。気にするな。動けるものが補給しに行けばいい。種族関係なく。共に。将軍、フレイヤ様、ミミ、陛下。また会えたな。ブレッサズール、裏切り者のグナーは見つかったのですか？まだだけど、見つけ出すわ。言い忘れたが、お前も気の毒だったな。気の毒？お前さんの家族と弟のことじゃ。詮索する気はなかったの。遥か遠い昔に、あの地に置き去りにした記憶だ。まだ残っていたものがあるとは。打ち明けてくれていればわしとて理解したじゃろうに。ミミル、もう済んだ話だ。気持ちはありがたいがな。やり残したことを片付けに行くかの。アースガルズの破片を調べてみる。いずれにせよ音もするぞ。スバルト・アルフヘイムにあるヤーブの酒場でブロックを追悼するとルンダが言っておったな。行ってみんか。よし、まあ一旦ね、長らくやってきましたけど、ゴッド・オブ・オー・ラグナロク、メインストーリーはね、これで終了となります。ちょっとブロックのね、お葬式にだけ行ってみようかな。フレイヤ、考え事か。話してみろ。フレイヤ、取り戻せてよかった。盗まれたのか。いいえ。あれ、本人が譲らない限りは誰にも盗めないものだった。フレイが若い頃に作られたもので、彼自身の思いが込められている。兄は絶対に剣を手放さないと誓ったの。死ぬか一生に一度の恋に落ちるなんて、本人も剣も情熱かな。問題か。いいえ、そういうわけじゃなくてね、スバルト・アルフヘイムでブロックにお別れしに行くところなの。葬儀か。ええ、ニザベリルのヤーブの酒場に来て。ああ、行こう。了解。あれ、スバルト・アルフェ。あいつ人の歌を替え歌にしたんだよ。しかもそりゃもうひどい歌詞でさ。
あの歌詞、少しは覚えておけばよかった。ブロック。このクズの気づいた書類の山と来たら、でっかい棚がこいつの書類で埋まっちまうほどさ。金具の霊感鍛造のやり方を20も教えてやったのに、いつだったかこの人に楽に針金を引く方法を教えてもらったら、途端に私のことを弟子って呼び始めてね。根っからのクズさ、寂しくなるぜ。ああ、来たのね。ちょうど送り出すとこよ。多くの者と出会ってきたが、お前は数少ない友と呼べる男だ。この世で一番愚かな男と思っておったが、世界一勇敢な男でもあったな。あなたなしじゃ世界が暗くなるわ。スバルの砂って湿地帯に連れてくのよ。船着き場のそばさ。そこで待ってるよ。スバルの砂？え、どこどこ？あ、ここね。ということは？カラ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 でいかなきゃいけない。よし。どうした？着替えればよかったわ。喪服でも持って。この格好じゃ場違いよ。平気じゃよ。ドワーフの装飾には清掃しろという決まりもないしな。ブロックもしないだろ。そうね。うん、宝石を首に巻きつけていくのも悪くないかもしれんの。ヒゲに金を編み込めば魅力的な玉首の出来上がりじゃ。気が楽になった。ついた、ついた。ああ、あそこじゃな。絶対に来るって。弟なんだよ。だといいがな。死は人を変えちまうだろう。あ、シンドリーか。来たか。あ、シンドリーいないじゃん。始めるぞ。
シンドリ来たやん。してるよブロック。シンドリ、ブロックマン。穴じゃ。何？奪うほど大きくなるものじゃ。はい、ということでね、ちょっと涙でした。ブロックをね送り終えて、まあこれでメインストーリーを含めて、まあサイド残ってるけども、ゴッド・オブ・オー・ラグナロク最終回となります。いやー、久々に素晴らしいゲームでしたね。ストーリーもそうだけど、戦闘も慣れるまではね、まあ以前のゴッド・オブ・オーと、まあ、同じとはいえ、いろんなまた要素も入ってきたりとかして、最初はやっぱり何年ぶりかだったんで慣れなかったんですけど、やるたびにね、だいぶ上達してきて、
最後のね大ボスのオーディンを倒すことができました。まあ、始めた当初はグレースっていうね、ちょっとイージーモードに近いやつをやってましたけど、途中からねもうノーマルに切り替えてやってました。いや面白かった。最後はちょっとね本当ブロックの剣だけはねちょっと辛かった。辛かったな。で本当はなんか3部作にしてラグナロクの次にもう一作あって最終的に完結という話だったようなんですけど、まあ制作者曰くはもうこの2作目でゴッド・オブ・ウォーシリーズはもう終結ということになりそうです。まああとサブクエストとかね、いろいろと終えてないやつがねベルセルクなんかまあ全然勝ててないんで、そこをちょっとちょこちょこやっていって、まあ、場合によってはねちょっと動画にするかもしれません。はい、ではねちょっとエンディングを見ながらこれでね終了としたいと思います。はい、ではね長らくご視聴どうもありがとうございました。野坂岩でした。You are